ロッテの先発は岩下でした。その立ち上がりがポイントという中でランナーを近藤こそ出しましたが中田を三振に切ったので、まあ、初回2回の失点が多い岩下がまずいい滑り出しを見せました。日本ハムはルーキーピッチャーの河野の先発、こちらもランナー2塁福田を初ヒットで出しておいたんですが、ご覧のように三振に切って、まあ、試合開始の30分前にかなり激しい雨と雷があって雨の名残がある中での立ち上がりとなっています。2回です。ランナー1人を置いて田村、非常にバッティングとしても合っているという中でのこの菅野の3つを呼ぶタイムリーヒット、ロッテが先手を取ります。田村がスタメン起用にまずはバットで応えた、そんなシーンでした。3回ですが岩下大ピンチ、満塁を作って昨日もホームランを打った好調の渡辺、ややバットの先でしたがセンターに持っていきます。これが2点タイムリーヒット、日本ハムが昨日の勢いを感じさせる逆転劇を見せます。2対1日本ハムリード。さあ援護をもらった河野ですが、3回マーティンのこの鋭い打球がファースト清宮の正面でランナー1塁出たんですが、結果不運なロッテにしてはダブルプレー、日本ハムはピンチを脱します。そして日本ハムは5回の表ランナー2塁3塁と置いておにぎり君横、フォークの抜けた岩下のボールを完璧に捉えて確信が、完璧でしたね。第2号のスリーランです。気持ちいいぐらい振り抜きました。これで5対1と日本ハム4点リードとして折り返します。おにぎりを握った姿も愛らしい。ただロッテは直後でした。本当に今日合ってましたね、はい、これうまく打ちましたよね。田村の今日2打点目、第1号のソロホームランで1点を返して5対2、さらにワンアウトになって1番抜擢の今日は福田周平が完璧に捉えてらしい弧を描いてのスタンドイン。ノゾマリンでは移籍後初ホームランで5対3、さらにさらに2アウトになってマーティン、カーブのカーブカーブの後ストレートの後にカーブでした。いやよく打ちましたね。その前もカーブにやられていたんですが、はい、捉え切ってなんと1イニング今シーズン初めての3ホームラン、イエスマーティンも飛び出してあっという間に5対4 1点差に追い上げた千葉ロッテ。そして6回ピッチャー井口に代わってロッテはランナー2塁に置いてバッターは菅野、これも直球をうまく弾き返して井上が2塁からホームを踏んでマリーンズ追いつきます。さらに2アウト満塁としてピッチャーは玉井に代わってバッターは中村翔吾、玉井が一瞬ベンチに下がってアクシデントかと思われたんですが、その後投じたボールボール2から結局追い込んでショートゴロ、ロッテはあと1本出ずにこの回は5対5同点でゲーム進んでいきます。ロッテは長野が三者凡退に抑え流れを作った後、さらにフローレス3番近藤3球三振、さらに中田を抑えて渡辺セカンドゴロと、6回の長野7回のフローレス、この三者凡退がロッテに流れを引き寄せます。その流れを受けて金子千尋がマウンドに上がったんですが、マーティンの打球これがエラーになって何か起こるなって予兆はありましたね。なんですよね。ランナーが出ます。そして井上これ引っ張り込んだ打球は横を強襲、一気に一塁ランナーは三塁まで走ります。チャンスを作って金子千尋としては内野を越させないんですが、ここは抑えたかというところでサード今度は横が2塁悪送球、543でダブルプレーかというところで結果勝ち越しを許す格好になりました。サード横の記録はエラー。さらに満塁として井口監督を送り込んだのはルーキーの佐藤俊也、金子千尋のストレートを捉えました。セカンドオーバーセンター前2点タイムリーヒット、8対5、ミスにもつけ込んでマリーンズが3点リードに変わります。このガッツポーズ。そして8回はハーマンが、9回は日本ハム、今日はスタメン持ちの太田がツーベースを打った後近藤さすがの1本出ました。これがタイムリーヒット、増田が失点を喫しましたが、ただ2アウトを取っていてランナー1塁2点差で中田翔との勝負は3球三振、勝
8対6、ロッテが楽天、失礼、ロッテが日本ハムを下してこのカード6連戦、まずは最初の3連戦2勝1敗としました。3位キープです。